日の午後、アップマーケットにやってまいりました。イギリスのストリートファッション、ヴィンテージファッションを、お手軽な値段で買うことができますし、もう買い物をしなくても街を歩くだけでロンドナー、おしゃれなロンドナーの空気に刺激を受けます。活気ある下町のロンドン行ってみましょう。おしゃれなロンドナー多いですからね、ここは特に。ヴィンテージマーケットで、服を見てちょっと疲れた人はですね、フードコートもあります。結構既製品ではなくて、なんかちょっとカスタマイズしたような、そういった服もすごく多いですし、あとはまあ休憩できる、このフードコートもすごくお手頃な価格で、スーパーと同じぐらいの値段ですかね。それぐらいで食べて飲んでできるので1日過ごせますね。ファッションとかクリエイターたちの作品に触れていると非常にこう感性が刺激される、そんな感じです。トイレもあるし、ロンドンの街歩きで困るのは一番トイレですけどね。ここは本当に服もゆっくり見て、雑貨も見て、でお腹もね満たして、本当に楽しい場所です。さあ、街歩きに疲れたんでね、老舗のお店でフィッシュ&チップスを楽しみたいと思います。雰囲気あるわ。今日はヴィンテージマーケットとファッションカルチャーを感じるこのような場所を行ってきました。有名な観光地、トラファルガー広場ですとか、大英博物館とか、そういうところもいいんですけれども、イギリスのヴィンテージカルチャーを感じるアップマーケット、ちょっとやっぱり違いましたね。ロンドナーの雰囲気をまたねディープに感じることができるマーケット巡り、非常におすすめです。ぜひ皆さんも行ってみてください。イギリスといえばサンデーローストですよ。これがヨークシャープディングとね、ローストビーフ、伝統のサンデーローストです。
これを食べてこそ日曜日ですよ。